分散駅は大韓民国系軌道派州市分散 U にある韓国鉄道公社競技線の駅である。営業開始当初は競技線に数ある途中駅の一つに過ぎなかったが、1953年の朝鮮戦争急戦で軍事境界線が確定すると、当駅は韓国側の競技線最北端の駅になった。その後、半世紀近くにわたって、 京技線の韓国側終着駅となり、鉄道中断点の標識が立てられていた。2000年に行われた第1回南北首脳会談で、南北朝鮮の分断鉄道接続が決まり、当駅は2001年から再び途中駅となっている。2009年7月に当駅は首都圏電鉄ネットワークに組み込まれ、ソウル駅から当駅まで、複線電化され、京議、中央線の駅となった。 上りは再延でソウル駅または都平駅、下りはリンツ駅へ行く列車が運行されている。なお、2020年3月に電化区間がリンツ駅へ延伸されるまで、当駅は電鉄の終端駅であった。経緯、中央線の当駅には、計335の駅番号が設定されている。当駅北の経緯線は単線であり、2001年の再開業後は、 通勤列車や観光列車の DMZ とレーンが1日1往復、数往復するのみの換算区間となっていた。なお、DMZ とレーンはアフリカ豚熱の拡散防止対策として2019年10月2日から無期限で運休となっている。電鉄改札口電鉄ホーム島式ホーム3面6線を有する地上駅。このうち1から4番線を経議。 中央線5から6番線を京2線 DMZ トレーンが使用する。DMZ トレーン用乗り場は運行時以外は閉鎖される。駅舎はホーム西側に立っており、駅舎とホームは湖線橋によって結ばれている。近年の1日平均利用人員推移は下記の通り。なお2009年は、 開業日の7月1日から12月31日までの184日間の平均である。かつては山村だったが2014年6月20日より漢字表記が分散優に変更された。ABDMZ トレーン運行調整のお知らせ大韓民国官方鉄道庁国示第1997から51号大韓民国官方鉄道庁 国時代1997から62号、鉄道庁国時代2000から12号、鉄道庁国時代2000から13号、鉄道庁国時代2001から2号、大韓民国官方国土海洋部国時代2009から383号、国土海洋部国時代2012から853号、山、文山 AB。ありがとうございます。